はい、ママリオです。こっち、こっちめっちゃやられてるんだけど、やっぱ、うわ、やばい、危ない危ない、死んじゃうって。はいはい、ということで我がどもには制裁ですね。大丈夫？あ、はい、はい、外の空気、そうか、はい。うまいこと言ったね。うまくないよ。いや、でも俺さっきからこっちにアプローチしてると思いきやもうこうだよ。おい、なんでよ。よくない、おかしいよね。キュレーターショップ、海ちゃん、どこもキュレーターだから。いや、そうだ、そうだ、うまいこと言ったね。ダメだって、なまれば裏メニューなんだから。今そういうの厳しいんだよ。あ、じゃあモザイクかけたらインスタ載せて。だったら載せる意味ないだろ。バカなのか。バカなんだ。聞いたほうがいい。そうか、そうか。あれ、どうしたんですか。あ、ちょっと外の空気吸わせてくるわ。大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫じゃなくて。あの子名前なんだっけ。あ、ね、名前なんだっけ。ゆりちゃんです。あ、そうだ、ゆりちゃん。ゆりちゃん。ユーチューバーの子でしょ。ユーチューバーね。そう、人の名前ぐらいちゃんと覚えなさいよ。てか、お前が言うなんて。いや、私も初めて会ったばっかだから知らないしね。ユーチューバーのゆりちゃん。すいません。強くないのに飲みすぎました。全然大丈夫だよ。すいません。こういう飲み会慣れてなくて。俺もだよ。ただの人数合わせで呼ばれただけだから。お水だ。なにこれ、ウケる。これめっちゃ寒いんだけど。やばいでしょあの子。ウケる。これ、これ YouTuber っていうの。ぽい。じゃあ私もできる。やるわ。そう、じゃんけんじゃんけんじゃんけん。いやいや、え、先輩は入れなくていいの。いいね、タモガミさんはあの痛い子で。いやいやいや、いやだってあの先輩も勝手にやって怒るでしょ。いや大丈夫大丈夫、タモガミさんはあの神様だから。いい人なんだから。大丈夫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 。俺みずきちゃんがいいな。俺あの巨乳ちゃん。いや、それがみずきちゃんだ。だからじゃんけんだって。オッケーオッケー。持ち帰りじゃんけん。じゃんけん、はいはい。俺みずきちゃん。あ、オッケー。誤解だって、超高度なギャグなんだからさ。ね、カラオケ行こう。はい。あ、もう汚い。ゆりちゃん。マジで？ゆりちゃん、入るよ。いや、ま、これ持っていけない。じゃあ、まあいいじゃん、また今度にしよう。また、いや、今がいいわ、今が。いや、めっちゃ待ってんじゃん。もういい。大丈夫。とりあえずここから離れてもらいますか。また今度あれするから。じゃあね。マジで気をつけて。今日は先週最終回を迎えたちょっとだけの恋のラストシーンを完全再現したいと思います。あれがみんな大好き月島先輩です。私そばにいたいんです。ちょっとだけでも、ほんのちょっと、ちょっとちょっとで、
え、な敷地内ですよ。許可取ってます？いえ、すいません。そういうのは困るんですよね。あ、はい、すぐ片付けます。はい。これ、何の撮影？あ、うん、流したりしないでね。あ、はい。商品の発送につきましては配送センターにて順次進めておりますので、はい、最速で当日発送となっておりますが大変申し訳ございません。ご注文の商品は。もしもし。ああ、もしもし、玉神ですけど、あの先日はどうも。こちらこそいろいろとご迷惑をおかけしました。あ、いえいえいえ、あのメール見ましたけど、その相談したいことっていうのは。あ、あの田母神さんイベント関係のお仕事されてるって言ってたので、もし無理なら全然断ってもらって結構なんですけど。あ、はい、どうされました？ちょっと撮影で着ぐるみを使いたいんですけど、どこに相談したらいいか分からなくて。あ、着ぐるみですか。はい。あ、でも私あんまりお金とかなくて。あ、そうですか。あ、ダメなら全然。あ、いえいえ、ちょっとなんとか聞いてみますよ。その曲の踊ってみた動画は流行ってて、私も一度動画投稿したんですけど、でも PV の完全再現はまだ誰もやってないかなって思って。へえ、そうなんだ。じゃあ完成したらみんな驚くんじゃない？まあうまくできたらですけど。あ、そうだ、なんか大きなフルーツパフェとか売ってるカフェとかってないですよね。あ、カフェはどうだろうな。あ、アイスクリーム売ってる売店みたいなところはあるけど、そういうのは違うよね。うーん、まあできる範囲で。どう？イメージ違う？うん、まあちょっと、まあでもここで行きます。本当？大丈夫？はい、大丈夫です。あ、一応これを再現するイメージで。ここ全然違うね。え、ここどこだ？うん、多分ハワイですかね。ハワイだね。全然違うね。え、大丈夫？まあできる範囲で。あー、撮影日和ですね。今日クソ天気いいな。クソ天気って。はい、回します。はい、いきますよ。はい、回った。はい、では曲出しまで3、2、1。ちょっとごめんなさい。え、何ですかそれ。あー、ごめん、これ癖。ちょっと笑わせないでくださいよ。あー、ごめんごめん。じゃあいくよ、曲スタート。ごめんね、全然ハワイっぽくなくて、あとは漁港とかしかなくてさ。でも全然ここで大丈夫です。本当？あとこれも大丈夫？本当に汚いでしょ。あの前使った時に汚しちゃって、うちで買い取ったやつだからさ。でも可愛いですよ。なんかジェイコブって感じですね。ジェイコブ、なんかよくわかんないけど、ジェイコブって雰囲気。あ、そう。じゃあジェイコブくんで。よし。おお、ジェイコブだ。うん。じゃあジェイコブくん、この
リスの着ぐるみを完コピしてね。え、俺も踊るの？できる範囲で大丈夫です。いやー、これは無理だよ。え？はい。ほう？タボガミさん、ほんといい人ですね。あ、そうです、最後。じゃあ、流しますよ。3、2、1。いきますよ。これどうする？うちもいらないけど持っていく？いいんですか？全然。あ、でも本当大丈夫だったこれ。大丈夫ですよ、タボガミさん最高ですよ。あ、それならよかった。あとは PV みたいにテロップを動かしたりが難しいんですよね。あ、そういうの俺よくやるからできるよ。本当ですか？うん、やってあげようか。いや、企業 VV とかよく作るし。お願いしてもいいですか？いいよいいよ。神だ。いや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 。だって普通撮影まで付き合ってくれる人いないですよ。それなのに編集まで。ほんと神だ。タモガミさん、さっき難波に会ってませんでした？ああ、いや、うん、うん。また金貸したんですか？ダメっすよ。いや、あいつもいろいろ大変みたいだからさ、もうこれが最後だ。絶対また来ますって。いや、あいつ超嘘つきですからね。打ち辞めた時だって体調不良とか言って毎日ギャンブルやってましたからね。クソですよ。まあ。ああ。絶対金返ってこないですよ。まあ、それならそれで仕方ないよ。いい人すぎるでしょ。あれ？この子ってこの間の？いや、ちょっと今仕上げ手伝っててさ。もしかしてやっちゃいました？違うよ。え、マジっすか？あ、俺一昨日みつきちゃん食いました。ちょっとタボガミさん、全然くつろいでくださいって。うん、ビーフシチューまだありますけど、おかわりします？ああ、もうお腹いっぱい。大丈夫、ありがとう。美味しかった。すいません、
こんなことぐらいしかお礼できずに。うん、全然。麦茶入れますね。ありがとう。それにせっかく協力していただいたのに評判も悪くて。あ、まあまあ。私何やってもダメなんです。頭悪いし不器用だし生理的に受け付けない顔みたいですし。うん、だから変な書き込み気にしなくていいんじゃない。中にはいいコメントもあったよ。ジェイコブがキモ可愛いってだけですよね。うん、まあじゃあまたジェイコブと一緒に何かやろうよ。え、また協力してくれるんですか。うん、空いてる時は全然いいよ。嬉しい。じゃあ今度はジェイコブと一緒に挑戦的なことやろう。それで失敗したらそれはそれで面白いんじゃない。面白そうですね、うん、あ、登録者増えるかな。増えるよ。いや、増えるように俺も頑張る。私が神と尊敬する人がいるんですけど、いつかこの人をこのチャンネルで紹介したいと思ってるんですけど、その人はとってもシャイなんですね。あの、ここの今のとこの神ってところ、ここもうちょっと金色でピカーって感じにすることできますか。え、ああ、いう、あ、できるよ。お願いしてもいいですか。いや、玉神さんが仕上げやってくれるから企画考える時間がすごい増えましたよ。それに一人でやってる時はコメント悪かったりすると落ち込んでたけど、今は玉神さんが笑ってくれたからいいやって思いますもん。そっか。あ、できたよ。実はこのチャンネルを支えてくださっている私が神と尊敬する。あ、いいですね。そうしてみてもいいですか。ゆりちゃんなんだから俺の許可なんかいらないよ。いや、でもこうしてできてるのも玉神さんのおかげですし、私本当に尊敬してます。いや、別にそんな。あ、広告収入が入ってきたんですけど。すごいじゃん。いや、って言っても1500円ですけど。あの、玉神さんとの分配ってどうしたらいいですか。いやないよ。これから増えていくといいね。ありがとうございます。でも
これからもっともっと増えたらどうします？それはゆりちゃんが好きなように決めればいいと思うよ。わかりました。で、全く入る予定はないんですけど、1年以上やって1500円か。分かってはいたけど現実って厳しいですね。玉神さん、最悪じゃないですか。キャンドルナイト予報雨らしいっすね。ああ、まあ、いや俺担当だったらマジきついっすわ。こんなんじゃ神様の出演はまだ先になりそうっすね。なんだよ。見ましたよ、あの子の配信。ああ出ないですか。出てほしそうだったじゃないですか。いや俺は裏方でいいんだよ。ですよね、忙しいですよね。とんでもないです。今回は自分で頑張れます。いつも甘えたばかりですみません。はい、失礼します。はい。生姜醤油とニンニク入ってます。じゃあ醤油からいきたいと思います。イエーイ。じゃあ早速食べてみたいと思います。あ、うーん、おいしい。何ですか。とりあえず落ち着こうね。本当にごめんなさい。俺の方こそ事前に企画を聞いとくべきだったし、ごめんね。タオガミさん悪くないです。私が勝手にやった。そんなことないよ。こうやって一緒にやってるわけだからね。でも、ゆりちゃん一人で背負い込むことないよね。本当うち潰れちゃうよ。本当に申し訳ありません。頼むよ。タモちゃんの知り合いだって言うから特別に出したんだ。このような過ちを二度と起こさないよう肝に銘じ、これからも頑張っていきたいと思います。この度は本当に申し訳ございませんでした。はい、 OK。 とりあえずちょっとしたテロップだけ入れて早めに流そうか。はい。すいません、ありがとうございます。大丈夫だって。いいコメントだったし許してもらえると思うよ。お店の方も大丈夫だから落ち着いたら一緒に謝りに行こう。すいません、私やっぱり一人じゃ何にもできないですね。そんなことないって。
どうしたの？え？あ、私こんなことしか返せないから。あ、いやいやいや、いや、そういうのは。これも迷惑ですか？いや、そういうわけじゃないけど、あの、本当に大丈夫だから、あの、俺は見返り欲しさにやってるわけじゃないから。私向いてないですね。そんなことないって。だっていくら頑張っても登録者増えないし、コメントも批判ばっかりだし、もう疲れちゃった。考えるのも撮影するのも無意味な気がしてきて。成功した時にそれまで無意味だと思えたことが大事だったって茜色さん言ってたよ。茜色さんのチャンネルですか？うん、この間茜色さんのワークショップに行った時に言ってた。そんなの言ってたんですか？うん、なんか登録者が増えるヒント落っこちてないかなと思って。すいません、そんなことまでしてくれてて。なんかヒントありました？あの、言ってることが難しくて。今度は誘ってくださいね。はい、勉強不足で大変申し訳ございません。はい、はい、一度内容を確認いたしまして、こちらから改めてご連絡いたします。はい、できたマジでセンスないよね。テロップとかクソダサいし、この音楽とか痛いでしょ。トゥトゥトゥルって、ウケる。あ、ゆりちゃん、今からランチ行くけどどう？うん、うん、行こう行こう。あー、ごめんなさい、かけ直そうと思ったんだけど、うん、立て込んでて、なんか今週ドタバタしてて。え、いや、今まで通りでいいと思うけど。あ、そう。いや、でもそんなに投稿頻度上げなくてもさ。うん、だから前より本当に回数が減った気がするんだけどな。あ、そうさ。確かに前より、まあ、ちょっと、はい、毎日上げれてた時期はもうなかなか厳しい。本当上げたいですよ。うん、でも忙しいですよね。いやいやいや、マイルズさんってどっちが動画考えてるんですか？ああ、両方じゃない？そうだね。あ、なんか動画によって変わるっていうか。あ、でも最近はチョレイが多いかも。あ、その分担とかって思いついた？思いついた。そうそうそう。どうやって思いつくんですか？いや、適当じゃん。生きてたら思いつくでしょ。自分はどうなの、沙織さん？でもやっぱ雑誌とか見たりして。ゆりちゃん、分かってる分かってる。見てるもん、配信。ありがとうございます。え、梅川さんは？俺このイベント担当してるの。ああ、言ってくれればチケットあげたのに。すごい。よかったらマイルズ紹介してあげようか。え、カビチョレさんですか？うん。え、いや、紹介する紹介する。でも、全然大丈夫、紹介するよ。いや、なんか今日年齢層めっちゃ高くなかったですか？え、そう？いや、なんか、あ、これか、ゆりちゃんチャンネル。え、いいじゃん、いいじゃん。本当につまんないので。一回見てみよう。いや、ちょっと、ね、めっちゃ恥ずかしい。再生回数少な。いや、やばいやばいやばい。だから底辺なんですって。これ着ぐるみは玉上さんが入ったでしょ？はい。あー、なんか動きがさ、素人臭いな。ちょっとね。あとね、フォントが硬いよね。そうですよね。え、もっとさ、ポップで可愛くした方がいいんじゃない？本人可愛いじゃん。いや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 。
いやでも、あでも田母神さんのセンスはちょっと古いのかな。まあ田母神さん仕事もシニア向けばっかやってっかな。あそうなの、あだからじじくさいんだもっとセンスあるやつに頼ればいいのに。あデザイナーの村上とか。おいいじゃん村上。あじゃあさ俺が今度紹介するよいや絶対可愛いの作るからいや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 、こうやって参加させていただけてるだけでも夢のようなのにあねえ来週とか暇しない？暇でしょ。カビゴンです。チョレイです。いやこの間さキムニーにドッキリ仕掛けられたじゃないですか。はいはい、いやあれはマジでひどかった、はい、キムニーのね人間性を疑うマジで。そうなの、うん、なんで今度はこっちから仕掛けてやろうかなと思ってます。ということで今回キムニーのために特別にドッキリを考えました。おお。でもこれは俺らだけじゃできないんで、はい、まあ、参加してもらう仕掛け人を紹介したいと思います。お YouTuber のゆりちゃんです。ゆりちゃんです。はじめまして、ゆりちゃんです。はい、ゆりちゃん、ゆりちゃんにはちょっと体を張ってもらうことになるんですけど大丈夫ですか。はい、何でもやります。 NG なしのゆりちゃんです。こんなゆりちゃんにやってもらうのはボディーペイントです。はいはい、裸の上に絵の具で服とかを描いたりするやつですね。はい、いや実は今晩あのキムニーと会う予定なんですけど、そこに同席しているゆりちゃんが着てるパーカーを脱いだら下がボディーペイントだったって時のキムニーの反応を見たくて。やべえな、キムニーめっちゃいい反応しそうですね。やばいと思うね。鬼嫁のキムコが見たらブチ切れると思います。いや楽しみですね、うん、早速準備しますか。はい、風邪ひかないように頑張ります。いやそこかよ。なんかエロくない？いや恥ずかしい大丈夫、すぐ服を着せてあげるから。いやいや書いてあげるだろ。あそっか、お願いします。はい、じゃあ早速後ろから帰っていきたいと思います。いきます。うわ冷たい、冷たいですね。はい、じゃあ後ろが今書き終わったところなので、はい、じゃあ次正面行きたいと思います。いきます。はい、あれ NG なしのゆりちゃんじゃないんですか。うわあ、はい、大丈夫、あんまり見ないでください。大丈夫、これはアートだから。そうそう、うん、いきます。じゃあ次正面描いていきます。正面いきます。できたんじゃない？かっこいいね。完成でいい？完成で。あ、じゃあ完成です。完成、完成。これ完全に服です。いや全然裸じゃないですかたまがみさん、クライアントの清水です。あ、はい、本日はよろしくお願いいたします。田上と申します。よろしくお願いいたします。本当に運が良くてマイルズの中でも最高視聴回数だったし、たった一晩でこんなに登録者増えると思わなかったです。うん、ゆりちゃんチャンネルでもボディーペイントやってほしいってリクエストすごい来ましたよ。見ました？うん、やった方がいいですかね。いや、あんまりいいとは思えないかな。そうですか。あ、でも反響がすごくて、うん、いや、ああいうの品がないっていうか、いや別に面白くはあったよ。だけど、ゆりちゃんが少し安く見られたりとか。ごめんなさい、田母神さん登録者増えて喜んでくれると思ったから。いや、それは良かったんじゃない。でも、うん、じゃあ次の企画は田母神さんが納得するやつにしましょう。ちょっといろいろ考えてきたんですけど。ごめん、これから仕事に戻らなきゃなんだ。そうですよね、忙しいですよね。次回は参加できないけど仕上げやるからデータ送って。
れ、どうしたの？ちょっと見学に来ました。あ、そうなんだ。あ、仕上げ作業遅れてごめんね、ちょっと荒くなっちゃってるけど。友上さん、石毛さんが呼んでるんでお願いします。あ、はい。あ、ちょっと行かなくちゃ。 あの、いつもお時間取らせて申し訳ないし、次回は違う人と配信してみようと思うんですけど。ああ、そう。はい。まあまあ、あの、ゆりちゃんのチャンネルだから別に好きにしていいと思う。石毛さんが呼んでるんでお願いします。はい。ゆり。永井先輩。え、こういうのやりたかったんでしょ。こういうのやりた、こういうのやりたかったです。こういうのやりたかったんです、ずっと。いやちょっとね、意外とあの手が長いですけど、ドキッとしました。ちょっとあれ、あれ何ですか。だって制服きついよ。え、きついですか。来た瞬間に、あ、まだいけるな、あ、まだいけるな。いや、ほんとびっくりした。なんかすごいおしゃれだし、なんかすごいなって。そうですか、ありがとうございます。うん。いや、あの前にゆりちゃんが言ってたテロップのこととか見ると、ああ、確かにってなるね。うん、すごい、すごいいいと思うよ。そうですか。うん。あ、でもあの個人的にはカットの切り替えが早すぎてちょっとついていけないっていうか。ごめんなさい、ちょっと人と一緒なので。ああ、そう。あ、ごめんね、お忙しい時に。あの、じゃあまた。そうですか、それはすごいですね。まあ、ニューヨークでインフォグラフィックやってたんで。はあ。あとはジオメトリックデザインとかそういったものを展開していきたいですけど。はあ、村上さん、あれ、暑いから気をつけてくださいね。ありがとう。あ、玉上さんの分も持ってきたらよかったですね。あ、俺は大丈夫。え、それ何ですか。あ、これあの、この間仕事でスタッフトレーナー作ったんだけど、ついでにこれ頼んでみた。あ、なるほど。あ、なんかデザイナーさんの前でね、こんなの恥ずかしいんだけど。ごめんなさい。ちょっと古かったかな。お気持ちはありがたいんですけど、こういうの作るなら前もって教えていただけると。あ、そうだよね、ごめんね、あのちょっと驚かせようかと思って。滑ったね。あの、今後なんですけど、テロップとか効果とか村上さんが用意したものでやっていきたいんですけど。ああ、そう、この間のやつね、あの、よかったもんね。すいません。いえいえ。ねえ、超楽しいんだけど。海行くんだよね。海、イエーイ、爆上がり。うるさいんだけど。すごくない？やばくない？はいはい。はい、やし。はい、やし。おお。はい、あったま。
あ、田上さん、それ今回はダンサーのちかちゃんにお願いしてもいいですか？あ、そう、うん、わかった。じゃあ、ここ置いとくね。これ、手これ、靴脱ぐよね。うん、ブリッとかない？ないよ。お肉せんだけど。ちょっと誰だよ、ないないない、これ着てたやつ。ねえ、うんこ入れてた？入れてない。いやだよ、一回全部ブリッと履いて。かかない、かかない。ちょっとでも匂ってきた。わかる。激しい方がいいか、やっぱり。なんか全然的な方がいいか。あー、タン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 タタタンタタタン。え、チカちゃん、そういうの可愛くていいかも。イケイ。これもかわいい。あ、それつなげてやろう。あ、そこさ、フレームに入るから荷物置かないで。はい、はい。いや、全然向こうまで行かないと映っちゃうから。はい、すいません。あ、ちょっと、あの人も映っちゃうから行かしてもらえる？あ、はい。ちょっと玉神さん、早くしてよ、火沈んじゃうよ。すいません、ちょっと待ってください。あの、今撮影しておりまして、すいません、申し訳ないですけど、もうちょっとあちらでやってもらえますか。すいません、本当に申し訳ないんですけども。早くしてって。はい、すいません。あの、すいません、すいません、本当にすぐ終わるんで、本当にもうちょっとだけ、すいません、すぐ終わりますから、もうちょっとあちらでやってもらってもいいですか。すいません、本当に。田上さん、ごめん、もうお金を貸せない。いや、あの、そこなんとかならないです。ごめんね。いや、俺、田上さんしか。本当にごめん、本当にごめん。いや、本当にごめん。本当ちょっとだけ。ごめん、お願いします。ごめん、ごめん。あ、いや、あの、別に変な意味で言ってるわけじゃなくて、田上さん、こういうの嫌いかもしれないですけど、反響が冷めないうちにやった方がいいって村上さんも言ってますし。反響、それも分かるんだけど、あの、だからといってこう何度も裸になるっていうのは。田上さん、なんか変な見方してません？ボディーペイントってアートですからね。アート、そうかもしれないけど、ここ借りるのだってお金かかってるんですし、今さそんなこと言われても困りますし、なんか撮影前にそんなこと言われるとテンション下がるんですけど。 あ、そうだよね、ごめん。ねえ、これならどう？背中塗れそう？お、あ、これならいけそうです。いいね、セルフボディペイントなんてさ、まだ誰もやってないからね、絶対受けるでしょ。でもちゃんと綺麗に塗れるかな。あ、玉神さん、そろそろ外してもらっていいですか？はい。え、いや、ユリ脱ぐから最小人数で行きたいんで、あの、仕事ない人は外にいてもらいたいんですけど。はい、一旦脱いでみる。あ、じゃあ一旦試してみますか、ね、あ、確認するってことですか？あ、今恥ずかしい。いや、なんでパンツ履いてないの？え、全裸じゃなくていいんですか？上だけでいい。ちょっと、え、パンツ、パンツがない。パンツなくしました。なんでないの？え、さとちゃん、はい、私のパンツ知らない？わかんないです。わかんないよね。あの人マジで飛び降りんじゃね。いやいや、降りるでしょ、絶対降りる気でいるでしょ、あれは。いや、降りてないんじゃないですか。待って、ほら、だって俺飛び越えた、飛び越えた。おい、降りんじゃん、降りんじゃん。やば、え、嘘でしょ。え、やめとって、うわー、やばい。おお、おお、マジ、え、え、え、やばいじゃん、飛び降りたよ。聞きました？飛び降りらしいっすよ、うん、飛び降りはきついっすね。
や俺マジで悔しいっすよ。同期なんだからガチで相談してほしかったっすよ。いや俺ぶっちゃけ金貸す準備してましたからね。そうか。え、玉込さん結局いくら貸してたんですか。それはいいよ、プライベートなことだし。教えてくださいよ、モヤモヤしたまま手が合わせらんないっすよ。まあ貸したのは100くらいだけど。え、借金の保証人になってるからそれがちょっとな。え、いくらっすか。400くらい。マジっすか。え、保証人って自殺しても払わなきゃいけないですか。まあ大丈夫っすか。どうだろう、ちょっと厳しいね。あいつに相談した方がいいですよ。ユリ、あいつ結構稼いでるはずですから。え、そうなの。そうですよ、この間なんてテレビにも出てたし。いや、ぶっちゃけあそこまで跳ねたのって玉神さんのおかげじゃないですか。これ俺が言ったって内緒ですけど、あいつ玉神さんのことセンス古いって言ってましたよ。シニア向けの仕事ばっかりしてるからじじくさいんじゃないかってバカにして、俺ブチギレかけましたもん。えっそ、ここ大好きでもっと働きたかったんだけど、ごめんなさい、チャンネルがあまりにも人気で過ぎちゃったから、さすがに掛け持ちは体持たなくて。いや、ほんとすごいよ、頑張ってね。ありがとう、みんなも仕事頑張ってね。バイバーイ。いやでも玉神さん、分配金は私の好きにしていいって言いましたよね。あ、うん、まあですよね、だから無理です。そっか。だって後から約束を変えろっておかしいですよね。仕事って普通そういうもんじゃないですか。うん、じゃあ例えば少しの期間だけそのお金を借りるというのはいくらですか。取り急ぎ50万あると。ごめんなさい、無理ですね。私もいろいろと使うことが決まってるんで。そうだよね。玉神さんもお仕事忙しいですし、これからは私たちだけでやっていこうと思います。いや全然手伝うよ。いや結構です。いや今は繁忙期だけど、その来月になれば。いや人手は足りてますし、今は村上さんを筆頭に最強の布陣になってるんで。え、俺いると迷惑？うん、迷惑っていうか、玉神さんのセンスが私たちのとズレがあるっていうか。いや若い子って玉神さんのセンスとちょっと違うんですよね。そうだよね。今までありがとうございました。はい、ここがゆりちゃんの新居です。わー真っ白。今引っ越し屋さんに一生懸命ゆりの部屋を作ってもらってます。わーすごい。あ、すいません、そこのソファーはこっちにお願いします。もうすごい大きいソファー2つも買っちゃって、まだ誰も座ってない。ゆりちゃんと友達呼んで、ゆりちゃんが友達呼んでめっちゃパーティーする予定です。はい、ゆりちゃんです。今日は前々から念願だった私の神様が来てくれています。おーい神様。どうも、デザイナーの村上アレンです。うわー、ほんと村上様は神様です。実は村上さん、このチャンネルのために特製のオリジナル T シャツを作ってきてくれました。わー、じゃあ早速着替えたいと思います。
でここで鍛える会。ガラ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 。どうですか？可愛くないですか？本当、神様はセンスありますね。いやもうそう言ってもらえて嬉しいです。本当、神だ。いやなんかたまにさ、こうクソダサいのを作るやついるでしょ。あのデザインの知識もなく、こう気持ちで作っちゃいましたみたいな。ああいますよね。あれどういうつもりで作ってるんですかね。恥ずかしくないんですかね。なんかね、最近いましたよね、そういう人。いましたね。ね、見ましたね。見ましたね。どっから入ってくるんですかね。ね、アイデアっていうのがね、どこで発見するんでしょう、ああいうの。知りたいですよね。知りたい。いや大変なのは分かってるけど、なんとか間に合わせることできないかな。いやさすがに今回は物理的に無理があるわけで、予算的にも人足増やせないんですよね。それでこの準備期間はありえないですって。はい、他に何か打開策がないかどうか考えてみます。おお、玉神さん、あ、なんで昨日来なかったんですか。あ、いや、ユーリの誕生日パーティー。あ、いや、大丈夫っす。すいません。携帯じゃなくて会って話したいって言ってるの。だから直接会って話さないと伝わらないから言ってるわけ。あの本当にあまり時間ないんで。やっぱりおかしいよね。はい。俺さ、君に今までいろいろしてあげてたよね。怒ってますよ。感謝してますよ。本当に分かってる。俺徹夜して仕上げやってたんだよ。分かってますよ。車も出してあげたし、必要な道具があれば自腹で用意してあげてたよね。そういうさ。失礼します。ご注文お伺いします。ドリンクバー追加で。かしこまりました。そういうのってさ、普通少しでも返していこうと思わない。これも言いたくなかったんだけど、焼き鳥屋が営業停止になった時、俺さ示談金も払ってたんだよ。え、俺君が傷ついたり悲しんだりしないよかけて支えてたんだよ。そういうの分かってないよね。でもあれからよく考えたんですけど、そもそも出しちゃいけないものを出してる店の方が悪くないですか。は？だって条例を破ってるのは店の方で、知らずに食べた私ってむしろ被害者ですよね。すごいね。はい。いや事故中だろ、分かってたけど、よくそこまで人の行為を踏みにじれるよね。あの、私感謝してるって言いましたよね。玉神さんの方こそ恩着せがましくないですか。は？前に俺は見返りを求めてるわけじゃないとかかっこつけたこと言いましたよね。だからって恩をあだで返すのは違うでしょ。俺は与え続けたボールに対して誠意を見せろって言ってるわけ。誠意って金払えってことなんですか。それって見返りですよね。違うよ。お互い困った時は協力し合おうっていう話。もういいです。あ、どんなこと喋ればいいんですかね。どんなこと、出し尽くしたんだよな、さっきからずっと。コスプレとかしちゃいますか。あ、コスプレいいじゃん。いいですか。なんかそうだよ、やんなよ。稼いでんでしょ。どう思います。いや、俺はいいと思う。でも、二人がずっと何言ってるか分かんないから。何で分かんないんだよ、攻めた。あと、これ見てくださいよ。
言い忘れたけど温泉撮影の時の宿泊費は俺が出した。名古屋の時の新幹線代も俺が出した。線香花火1万本もライトの購入代。何これ怖えよ。超めめしくないですか。お疲れ。お疲れ様です。こんな人だと思わなかった。いやあの人そういうとこあんだよ。これ俺が言ったって言わないでほしいんだけど、玉上さんゆりちゃんのことをコビばっかり言ってる小判ザメみたいな女とか言っててさ、いやそれはひどいでしょと思って一瞬ブチ切れかけたもん。いやこれマジで超ムカつく。お疲れ様でした。あ、マイマイお疲れ。マイマイさ、次来るときさハンコだけ持ってきてもらっていい？わかりました。お疲れ様でした。お疲れっす。まあ今度俺から説教しとくよ。俺の言うことには耳傾けると思うし。言ってやってくださいよ。うん、いやほら俺ってさ人の心を動かしたりするの得意じゃん。今まで結構人の価値観とかそういうのに影響を与えてると思うな。もともと心理学とか好きだし、まあ常に人を見てるからね。趣味も人間観察だったり。いやだから違いますって。いや別にそんな説教しようとかそういうんじゃない。だからお前は何をしてるんだって。いやそんな怒んないでくださいよ。ほらいつもの神様の玉神さんはどうしたんですか。あ、神様といえば神は見返りを求めずって言うじゃないですか。は？いや、違う、だからふざけんな。俺は見返りを求める、それぐらいのことはしたんだ、当然だろ。いや、確かに、そうっすよね。いや、あの女、ちょっと変わってるっていうか完全に頭おかしいだろ。いや、そうっすね。いや、今度会ったら俺ガツンと言ってやりますよ。それに知ってます？あの女、有名 YouTuber とやりまくってるらしいっすよ。はじめまして、ゴッド T です。ゴッティとでも呼んでください。このチャンネルは世の中の悪を私目線で罰していきたいと思います。まずはじめに罰していきたいのは、最近 YouTube で人気の出てきているゆりちゃんチャンネルのゆりちゃんさんです。そしたら恩着せがましくないですかって言ったんですよ。人のこと散々利用しといて。この発言どう思います？普通じゃないですよね。本当に許しがたい。これだけじゃ言い収まらないので、これからどんどん配信していきたいと思います。あの女の本当の裏の顔を晒していきます。これからの配信楽しみに。もう本当に最低です。そういう人を陥れようとすることはやめてくださいね、ゴッティこと。いや確かに一瞬お世話になったことはありました。でも大したことしてないですよね。はい、それだけの関係の人なんです。今日はそんなヤバい人のためにストーカー規制法という法律を説明したいと思います。パチ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 。キさん、ちゃんと勉強してくださいね。じゃあ行きます。ストーカー規制法というのは、正しくはストーカー行為等の規制等に関する法律と言いまして。すいません、もうちょっとお伺いしたいんですけど、去年のクリスマスぐらいにこちらの車って傷がついてたことはありませんでした？ああ、はい、いますか？いや、実は YouTuber のゆりちゃんがここで撮影してる時に、キャプテンアメリカの盾をお宅様の車にぶつけてしまったんですよ。なんかキャプテンアメリカ？キャプテンアメリカの盾です。まあ撮影の小道具なんですけど、それを投げた際にぶつけてしまって、でそのまま帰宅してしまったんですよ。いや僕もその場にいて、いや謝った方がいいって何度も説得したんですけども、いや大丈夫でしょって、もう帰宅しちゃ大丈夫でした？大丈夫じゃねえだ、そいつ連れてこい。いや、はい、連れてきます。はい、連れてこい、連れてきます。本当にゆりちゃんです。今日は素敵なゲスト、リオンです。レナンです。
二人合わせてリオレナです。かわいい。いつも曲聴いてますよ。ありがとうございます。私たちもいつも見てます。本当に最近すごいですよね。てかゴッティやばくないですか。そうそう、マジでゴッティやばいの。あ、でも実はゴッティはリオレナのファンだって言ってましたよ。怖い怖い怖い。スマホの待ち受けもリオレナだし、握手会とか来たらマジで気をつけてね。あの人極度のロリコンだから。やばすぎる。やばいよね。臭い。あの人脇がだし。脇が一番無理。ほんと生理的に無理。話すとき唾飛ぶし、食べるときペチャクチャ言うし。やだ、ペチャオ。ペチャオやだよね。私服壊滅的にダサいし、それなのにナルシストなところがあって、送ってくるメールがポエムっぽいの。え、どんなのですか。見る。見る見る。これは昔来た LINE で映画の感想を一方的に送ってきたやつなんだけど、いくよ。確かにアカデミー賞を取るだけの作品でした。一つ一つのシーンが無駄なく美しかった。ふと思ったんだけど、僕とゆりちゃんが映画だったら今はシーンいくつなんだろう。クライマックスに差し掛かってるのかな。どんな困難があっても僕たちにはきっと美しいハッピーエンドが待っているよ。いや、エンドはないか。いつまでも旅を続けるのだから。いくつでもないから。今日はゆりちゃんさんに対してのバッシングについてこの場を借りて謝罪をさせてください。私はゆりちゃんさんの才能に憧れを持っていたのでしょう。どん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 輝いていく彼女が眩しくて恥ずかしながら嫉妬を覚えていったのだと思います。でもそれは彼女が自分自身の努力で輝いていったのだと気づかされました。本当に彼女はすごい。そんなゆりちゃんさんへの今までのご無礼、どうかお許しください。伝送だよバーカ。おい聞いてるか。いいか、お前なんか才能のかけらもね、自己中女なんだよ。おい勘違い女聞いてるか。はい皆さん、今日はですね、夏にやったゆりちゃんのドッキリのやらせをここでバン。今回で8回目だけど俺ら何回ぐらい出てるっけ。いや多分、いやもういやいや5回ですか。あー、マイマイは初めてだよね。初めてです。でゆりちゃんは。あ、私も初めてです。どうですか今。いや、まさか自分がこの場所にね、立てるなんて夢みたいです。前のイベントでは私、お客さんとして来てたんですよ。ちょうどあの席ぐらいで見てて。へえ。でも、前やっぱあそこにいたから緊張しますよね。すごい緊張しちゃう。緊張してもいい。緊張しなくていい。トーク上手になったじゃん。そうですね、いろいろと経験積んだんで。へえ、立派になられて。そうですね、もうあの頃みたいな次元にいないんで。ああ、かっこいい。やっぱり言うことが違うね。今は違う次元で戦ってるんです。邪魔しないでもらっていいですか。すごいね、勘違いもそこまでいくと。私は成長してるのに、玉神さんはずっと同じところにいるわけじゃないですか。正直上を目指すにはそういう停滞した人って置いていくのは仕方ないと思うんですよ。だから逆恨みしてる暇あったらもっと自分を磨いたらどうですか。はあ。あと相変わらず配信センスないですね。もっと勉強した方がいいですよ。あ、今登録者何人でしたっけ。お前ほんとクソだな。これで済むと思ってるのか。おい。はい、もう脅迫の証拠取ったんで。おい、やめろ、何してんの。じゃあもう話すことないんで、お疲れ様です。おい、おい待て、勝手に話終わらせるんだ。おい、どこじゃ、スタイルです。いいから、それ横に取るんだ。いいから横に。ありがとうございます。
ありがとうございます。2100円のお返しでございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ゴッティです。今日はゆりちゃんチャンネルで人気のあった目隠しフリースローのインチキを検証したいと思います。まずはこれ実際に使った目隠しをします。ここで5回回ります。調子こいてんの？なんですか？なんですかじゃねえよ。何調子こいてんだっつってんだよ。何も調子こいてないですけど。調子こいてんだろ。あんま調子こいてるとさらうぞボケ。あの今撮影中なんですけど。撮影中じゃねえんだよ。お前マジでさらわれたいの？ああ？おい。はい、すいません。すいませんじゃねえんだよ。じゃあなんで調子こいてんの？調子こいてるとかじゃなくて、調子こいてるだろおめえ。撮影しただけで。撮影？はい。あ！おい！どうなんだよおい！ちょ調子こいてんじゃねえお前。おい！え？すいません、どういうことでしょうか？だから、こういうことしてもらっちゃ困るって言ってんだよ。いや、だから何度も言ってますけど、それは僕じゃなくてゴッティがやってることですから。だから、ゴッティはお前なんだろ？はい。いや、お前大丈夫か？大丈夫です。あれだな、きっと激務で疲れてんだろ。しばらく休んだらどうだ？どうも、ゆりちゃんです。ゆりちゃんが来たってことは、はい、もうあれっすね、ひょっとしてゴッティ案件。はい、トラウマになってますね。いや、今回は我々マイルズが、はい、ゆりちゃん VS ゴッティに終止符を手助けをしたいと思ってます。で、ゆりちゃんには事前にゴッティを呼び出してもらってます。はい、はい、そろそろ待ち合わせの時間です。いやどうしよう。いや大丈夫、何かあったら俺は助けるんで、うん、でその代わりその一応念のためにちょっとこんなものを用意しました。あ、催涙スプレーゲットです。そうこれ熊よけスプレーじゃないですか？いや、ファインワイン売ってたから。絶対売ってないでしょ。売ってたよ。いやいや、まあまあ、だからこれを使うことのないようにちゃんとフォローしていきますんで。はい、はい、任せてください。じゃあそろそろゴッティも到着しそうなので一旦切ります。はいはい。俺ら一旦隠れてる。あ、そうする。これどこで買ったんですか？ねえ、うん、めっちゃくせえと思ったらめっちゃ犬のうんこあんじゃん。あ、来た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 。オッケーオッケー。めっちゃ自撮りしてる。怖え。おそらく向こうももうどこかで撮ってるんではないかと思います。ゆりちゃんチャンネルのゆりちゃんこと本名河合ゆりに呼び出され今ここに来ています。本人がいました。そんなんじゃまともに話せないですけど。お前もどうせどっかから撮ってんだろ？も
こういうのやめにしませんか。結局お金を払えばいいってことですよね。いくらですか。金はもういらない。俺の与えた好意と労力を返せ。は？そんなの無理だし。ていうかこれやめてくださいよ。ほら返せよ。俺が渡した善意を返せって。俺の善意返せって。じゃあどうやって返せばいいんですか。まずはその顔やめろよ。じゃあこれもやめてくださいよ。ほら返せって。マジ意味わかんない、キモいんだけど。やばすぎ。ちょっとやばそうだ。行きますか。行く行く。オッケーオッケー。やめて。ちょっと待った、シャキーン。おい、なんだよそれ。お前あ、どうぞ。いいかいいか。お前やっぱりそういうやつだよな。来ないでよ。おい何がしてんだお前は。待て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 。どうしてこうなった。知らないよ。自分が暴走始めたんでしょ。こんな中身のない奴らの仲間になって楽しいの。は？あなたよりずっとすごい人たちなんだけど。登録者多いかもしれないけど、しょうもない動画垂れ流して調子に乗ってるただのガキじゃねえか。そうやって本当は YouTuber のことバカにしてんでしょ。わかるよ、私たちそういう見下されることに敏感だから。別に見下してるわけじゃん。どうせ今だけチヤホヤされるコンテンツとか思ってるんでしょ。だから適当でいいとか思ってるんでしょ。思ってねえよ。思ってる。私たちバカみたいな内容でも真剣に毎日頭抱えて寝る間も惜しんでやってんの。してるよそんなの。じゃあ人のことディスるものじゃなくて自分の好きなもので登録者増やしてみなよ。どんだけ大変かわかるから。人のことを笑い物にするために呼び出しておいて、何？これが真剣な姿なわけ？あ？いないいない。邪魔だよ。最低。大嫌い。俺だって嫌いだよ。お前みたいなやつ。本当気持ち悪い。やめてよ。お前がやめろ。やめてよ。お前がやめろ。やめてよ。何？やめて。やめろよ。やめてよ。お前がやめろよ。やめてよ。ほらやめろよ。ほらやめてよ。ほらおい、ほんと出会わなければよかった。ふざけんな。もうやだ。お前が呼び出しといて勝手に終わらせるつもりか。俺はお前の成功の立役者だとは思ってないよ。でも通過点だったんじゃないの。友上さんですよね。これサインもらってもいいですか。企画のやつじゃん。はい、あれのちょっと作ってきたんだけど、ちょっと待って。まずユリがゴッティを小屋まで誘い込むじゃない。で
ユリが赤いボタンをバーンと押したらトラップが発動する感じにしたいの。で最初にオリが上からドーンって押してきて、これってゴッティじゃなきゃダメですよね。え、なんで、自分も言ったんじゃん。そうなんですけど、やっぱり違うのの方が。あ、もう檻も発注済みだし、もう小屋も作ってる最中なんだけど。そうですよね。あ、すいません。例えば私が檻に入るとか。は？いや、例えばですけど。え、それが面白いの？面白くないです。うん、面白くないね。すいません。全く面白くない。私がボディペイントして檻に入るとか違いますよ。うん、違うね。それってどういう意味があるの？それの面白さを説明してみてよ。ねえ。すいません。でも支払い全部俺持ちだから。またそこでこの100万負け、これで支払っちゃいます。あの人超もったいねえ。やっぱ君ぐらいになるとやること違うよね。ウケるわ、マジくだらなくね。全部飲んだ全部飲んだ絶対あのくだらない。いや、そんなの無理だし。てかこれやめてくださいよ。ほら返せよ。俺の与えた善意を返せって。じゃあどうやって返せばいいんですか。まずはその顔やめろよ。じゃあこれもやめてくださいよ。ほら、もう撮ってるの？まあ撮ってますよ。今こうやって風が来てる時にやって。うわー、危ない。もう一度待ってます。違いました。もう一回挑戦します。どうしたら回るんだろう。これが今風が吹いたらすごい回った。じゃあユリが火をつけてお坊さんと一緒に供養するでしょ。で、火がピークになったところでジェンキンスが発送状って感じで行こうか。はい、回った。ではジェイコブには大変お世話になったので心を込めて供養したいと思います。本日大菩薩行人般若波羅蜜多時照見御雲海苦土一切苦役者利子式不意苦苦不意式式即是苦苦即是式住僧行式役不如是者利子是諸法苦祖不生不滅不空不浄不増不減で幸福十無式無重。ごめんなさい、やっぱりやめましょう。は？お前何言ってんの、ワンテイクしか取れねえの。お水、お水。おい、お前マジ何やってんだよ。おい、無名役無無名人内し無老死役無老死知らんねえ、何やってんの。呪滅度無知役無得意無所得子膨大殺多へ般若波羅蜜。あんま勘違いしない方がいいよ。自分の力で人気出た人じゃないんだからさ。はい。結局バズったのだってさ、カビチョリの推しがあったのと俺のセンスのおかげなわけじゃない。別にユリがしてることなんてさ誰でもできんだから。ありがとうございます。握手してもらっていいですか。はい。
ありがとうございます。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 握手いいですか。ボディベイントまた楽しみにしてます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。お名前何さんですか。ひらがなでひまりです。ひまりちゃん、はい、あの私将来ゆりちゃんみたいになりたいんです。結構大変だよ。楽しいことばっかりじゃないよ。でもみんなを楽しませるのってすごいじゃないですか。うん、そうだね。それはやりがいあるかな。でも映画や音楽みたいに時代を超えて残るものじゃないからそれはちょっと寂しいよね。よくわからないんですけど残るものってそんなに偉いんですか。私はゆりちゃんの配信が面白くて好きなんですけどそれだけじゃダメなんですか。うん、ダメじゃない。ありがとう。ありがとうございます。握手してもらっていいですか。ありがとうございます。待ってください。見返りはもういいや。これからも頑張って。あ、これ。すいません。すいません、はい、ちょっとトイレ休憩いいですか。はい、どうぞ。すいません。いや俺は全然 OK なんですけど関係者から出禁にしろって言われてて今後はもう来ないって。すいません。いやここの連中頭悪くて。もういいんですか。うん、もういい。そうですか。うん。お、よかった。仲直りですか。まあ無駄に争ってもいいことないですしね。でもやっぱり私あなたが嫌い。ああ、俺も嫌いだ。そんなこと言わないで仲良くしましょうよね。あとお前も嫌い。え、なんすか。私も嫌いです。え、なんすかこれ。冗談やめてくださいよ。全然冗談じゃないから。本当に嫌いだから。え、なんでですか。人の悪口を伝達するやつって一番タチ悪いよな。いや俺そんなことしないですって。いつもしてます。え、俺が。そういう自覚ないところも本当嫌いだわ。玉神さん辛いのは分かりますけど八つ当たりで事実をねじ曲げるのは良くないっすよ。お前さ、もっとしっかり生きろよ。え、それ玉神さんが言います。ちゃんと自分がないとどんどん人離れていくぞ。いや、ちょっと玉神さんには言われたくないっすね。いや、申し訳ないですけど玉神さん重症ですよ。そんな俺に言われるってお前も末期だからな。え、マジっすか。俺末期なんすか。じゃあ帰るわ。これ末期なの。お待たせしました。コッティじゃん。コッティじゃん。ありがとうございます。おい、子供、まず何してるの。ごめんなさい、やめてください。何ですか。何ですかじゃねえだろ。お前からだろ。何やってんだ。やめてください。何やってんだって聞いてんの。ごめんなさい。おい、
おい待て、おい、あ、おい、何すんの？猫の野郎。痛いんだけど。はい、ヴァマリオです。こっちめっちゃやられてんだけど。よっぽ。いけ。よし。ふざけんな。バカどもには制裁ですね。死にますわ。死ねよ。なるわ。おい、鍵をな。死ねバカ。帰んの？帰ります。え、マジで帰んの？ごめんなさい、帰ります。いや、朝まで行こうよ。いや、ごめんなさい、お先に失礼します。マジで？だってさ、あと野郎しか残ってないから。いいじゃないですか、男同士で。じゃあ、ゆりちゃん、ゆりちゃん、これ見て。え、もうタクシー来ちゃったんで。いや、わかるから見て、すごいから。とりあえず、見て。いや、しかもこれ素顔晒してるし。いや、ついに狂ったね。狂った。狂ってるね、これ。カジヤ、待ってないよ。ほら、まっすぐ持ってよ、ちゃんと。もう、すいません、
な。はい。今日はスーパーモデルゆりちゃんがこのレッドカーペットをパリコレのようにランウェイしたいと思います。よーし。でもマイルズさんがいるってことは普通じゃないですよね。いやいや普通だよ普通。めちゃくちゃ普通。絶対普通じゃないでしょ。めちゃくちゃドラゴン花火仕込まれてるじゃないですか。いやいや、あのこれはゆりちゃんを華やかに演出するための仕掛けなんで大丈夫です、はい、大丈夫です。絶対熱いでしょ。いやゆりちゃんなら絶対大丈夫だよ。てかそのトレーナー何。いや、やっぱ気になります。ちょっとダサいですよね、はい、でもこのダサさが可愛くないですか。東京都荒川区の河川敷で女性が全身に大やけどを負う事故がありました。やけどを負ったのは動画投稿サイト YouTube で登録者数50万人を超える人気 YouTuber ゆりちゃんこと河合ゆりさんです。事故当時河合さんは同じく YouTuber のマイルズとともに YouTube 投稿用に花火を使った撮影をして、いやなんかゴール近くまで進んだところで急にスカートに火がついて、気づいたら全身火だるまになってて。いやマジで一瞬だったよね。一瞬だった、うん、しかもあとあの肉の焼ける匂い、 あれがすごくて。あれすごかった。なんか爪燃やした匂いの強烈なやつっていうか。あそうそうそう、すごい独特。すいません、うん、撮影はちょっと。あごめんなさい。とにかく、ゆりちゃんの無事祈ってます。祈ってます。はい。こんにちは、ハイパーマリオです。どうですか、まだ痛みますか。やめて。あの、やけどって一生残ったりするもんなんですか。あれですか、あのお尻の皮膚とか移植したりするんですか。ちょっと何、配信ってやめちゃうんですか。やけど治ってく動画とかどうですか。めっちゃウケると思いません。ちょっと法廷取って今の状態撮らせてください。やめて、やめて。結構痛そうですね、これ。こっち見てください。これ流したら一生残るし、名前、学校、家族、全部晒されるからな。やめてください、もうすいません、ごめんなさい。ダメ、絶対に流す。本当もうすいませんか、許してください。気が向いたら流すから、毎日ビクビクして過ごせよ。あの変なやつ、もう来ないから大丈夫だよ。何してるんですか。
やめて。やっぱり私、あなたが嫌い。やっぱり私、あなたが嫌い。でも、ありがとう。でも、ありがとう。でも、ありがとう。背中刺されて痛いです。まだやれるわ。クソ天気いいな。